まあ今ですね、政治思想はですね、まあ、私のムガロの、ね、ムガちゃんでムガロンで自分の政治思想を持ってますから、まあ、我々ですね、別にね、イスラム教徒でやるが政教一致って考え方なんですね。政教分離じゃないです。だから政治、経済、宗教、これ合体してますのでですね、これまあ日本になかなか難しいところやりますから、後で皆さんに説明したいと思いますが、とりあえずやっぱ国を良くするために何をしなきゃいけないのか、まあ、そこの国のやっぱり基礎になるですね、やっぱり思想、考え方、うん、これはもう教育だと思うんですね。どういう教育でこの民族を作り上げたのか。でまずですね、人間がやっぱ個人教育を、そしたらまあ個人からもちろん家族の教育、まあ、民族、まあ、どん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 大きくなって国家教育が必要だと思うんですね。だからイスラム教は何したかってね、モハメド先生は我々は首相でやりますから言ってます。生きてる間にやっぱ国を作ったんですね。全ての宗教が生きてる間に亡くなってるんですね。例えばイエス・キリストとかですね、お釈迦様とか、みんなやっぱり亡くなって何百年後に宗教ができたんですけども、モハメド先生は生きてる間に、あのアラブっていうね、サウジアラビアのアラブ連合も一つの国じゃなくていろんな国を作ったアラブ連合を作ったんですね。で結構その国家作りは何かって、まず自分の考え方、自分の思想はしっかりして、もうそれもやっぱりスピリチュアリティ、ね、本当の人間主義とは何か、人間の生き方とか人間の幸福は何かと思ってですね、それを考えてやらなければいけない。で私のですね、もう考え方言いますと、やっぱり国のですね、基本に至る3つのですね、柱あります。これ教育、政治、そして経済ですね。で教育はもう宗教であるか哲学であるか、それぞれの国の考え方でやりますので、これは基本的に人間の心に当たるんですね。そして政治ってのはこれ体なんですね。ただその中に経済っていうのはこれ血液でありますから、これうまく回らないと健康にならないんですね。だからうまくこれね、経済を回すこと、そのために心もしっかりしておかないといけないし、それで正しい政治をやる。で正しい政治やってやっと国家が成り立つ。そして国家成り立ったら自分の国家だけじゃなくて、自分の立派な国家を作って、また隣の近所の国とか、例えば侵略主義じゃないけど、まあ、発展途上国の国々を教育していこう。その人たちも立派な国になるように、まず自分の理想国家を作るべきだと思うんですね。だから理想国家あってこそ、今こそね、ビューティフルジャパンって言ってますから、確かに私日本大好きですよ。ビューティフルジャパンだから、残念ながら、見た目がビューティフルだから精神的に貧しいだと思うんですね。非常にみんなですね、まあ、精神的な、ね、まあ、今問題もあるんじゃないですか、いろんなありますか、問題考えたらマイナスの話いっぱいあるんですけど、ただ本当に精神的に貧しい国であるから、早く日本の精神を豊かにしてですね、新しい国づくりは今ならなくても20年先、30年先にいい国になればいいと思って、私は自分の子供たちを教育しています。だからいずれ将来私に孫が日本のリーダーになればいいなと思って、ね、上を持って祈ってますのでですね、皆さんもぜひですね、とりあえず政治に参加すること、選挙に行くことです。まあ、政党は皆さんそれぞれの好きな、自民党であるか、共産党であるか、幸福実現党であるか、社会党であるか、まあ、新しい党であるか、いろんな党ありますが、とりあえず政治に参加することは大事でありますから、とりあえず選挙に行くこと、まあ、ムガちゃんがいの皆さんに、全国民が皆さん選挙に行ってください。選挙に行かないと日本は良くならないんですから、ぜひですね、選挙に行って日本を良くしましょう。ありがとうございます。